久保さん確かに時代が受け入れられるかもしれないですけど時代が時代をが受け入れられたとしても自分が受け入れられなかったらそのは受け入れられないですねただこれは大衆心理みたいのがあるので例えば A と B の答えがあって A のえどっちですかってなった時に A に8人集まりましたまあ10人に回答してねで A の回答が8人ですで B が2人ですってなった時にその2人は本当に B でいいのかいや8人も A だからもしかしたら A なんじゃないか っていう疑心暗鬼が生まれて A に1人行ってで残った B の回答した人が1人になって「大丈夫かな?」みたいな感じで <laughs> でそのうちもしかしたら A に行くかもしれないし変人であるならば B に居座るかもしれないですけどねだからあのなんすかね僕あの前言ったと思うんですけど高橋がなりさんがねあのスマホに変えたのがちょっと衝撃的で「俺はスマホに変えねえ!」みたいな。 ガラケーでいいんだってずっと言い続けてきたんですけど今年去年か今年の1月ですかねすいませんっつってスマホに変えましたっていうね申し訳ありませんみたいなあんだけ頑固だったのにあのああスマホにやっぱ変えたんだなみたいなだ逆を言うと頑固だけど受け入れたってことですねうんだからまあでもそれでもいまだにねあのガラケーの人もいると思いますけれども あのー、まあ時代が変わるどういうことかっていうともうそもそもガラケーが買えなくなれば受け入れられざは終えないってことですよね <laughs> だからその狭間ですよねもう時代が完全に供給がなくなったらもう買えないのでそもそもで今回ね PHS がもう完全廃止になったらしいですね PHS の 基をを作作るるというか機種を作るのは前なんか業,業者向けに作ってたところがあるらしいんですけど PHS も完全廃止らしいですよ。いってらっしゃい。